ミン -46 モーラーは、ジェネラルダイナミクス社が開発した短距離防空ミサイルである。開発計画には、アメリカ陸軍、アメリカ海軍、イギリス陸軍が参加し、関西用の RIM-46C モーラーも開発されていたが、コストの高騰と技術的な問題により、配備前に開発は、キャンセルされた。1950年代初頭、アメリカ陸軍は、 新しい前線防空兵器として M42 ダスター自走降車機関砲の配備を開始していたが、この時点ですでに高速化する航空脅威に対して M42 では対処困難であることが明らかになっていた。このことから、より大発射速度の 37mm ガトリング砲を搭載した T249B ランテ、自走式対空砲の開発を試みる一方、 陸軍は前線防空のミサイル化を施行し始めた。1959年、アメリカ陸軍はエフリ計画の下、前線防空用の地対空ミサイルシステムに関する基礎研究を開始した。エフリ計画において最大の議論が行われたのがミサイルの誘導形式であった。この時期に新しく開発されていった各種の対空ミサイルでは、 セミアクティブレーダーホーミング誘導が多く採用されるようになっていたがこの時期の技術では低空域で問題となるグラウンドクラッターの除去が不十分であったこのことからやや旧式だが人が介在することでこの問題を回避できるビームライディング方式が採用されたまた目標に近接してからの終末誘導には改良型の赤外線ホーミング誘導が使われる ことも決定された。1960年、計画はモーラーと命名され、ミサイルにはミン -46 という正式番号が付与された。モーラー計画には、アメリカ陸軍と同様に前線防空ミサイルを求めていたイギリス陸軍のほか、アメリカ海軍も参加していた。この当時、ソ連は新兵器である対艦ミサイルの大量配備を進めており、アメリカ海軍は、 モーラーの派生型である RIM-46C モーラーを基本股間防空ミサイルシステムとして採用する予定で1965年より建造を開始した新型の護衛駆逐艦であったノックス級はモーラー BPDM s を搭載するスペースを確保していた。ミサイル団体の設計は順調に進展し誘導装置を持たない試験団である。 LTV は1961年9月に単純な空力制御のみを受ける CTV も同年中に初飛行したが、これらは制御翼のフラッター現象など、いくつかの重大な問題を抱えていた。誘導装置を取り付けたプロトタイプである GTV は1963年6月より試験に入ったが、発射直後に誘導から外れるという傾向があった。上に、 発射機の設計にも問題があった。これらの問題に直面し、1963年、頃より、暫定野戦軍防空研究が開始された。この研究では、1956年より、収益し始めた海軍の短射低空対空ミサイルで、あった AIM-9 サイドワインダーを、地対空ミサイルに転用して、短距離防空を担当させ、これを補完する。 近距離防空兵器として M61 バルカントフィム -43 レッドアイを配備、これらの火力システムと案 MP9-49 前線防空レーダーを連接することで防空システムを構築することを提唱した。イファーズで検討された防空システムはモーラーシステムよりも性能面では劣るが、より堅実、安価であり、しかも早期に実現可能なソリューションであった。 1963年11月、モーラーは単なる技術実証計画に変更され、1965年11月には完全にキャンセルされた。GTV は計画のキャンセルまで飛行試験を続けた。イファーズで提唱された地上発射型サイドワインダーは、ミン -72H パラルとして1969年5月より配備され始めた。しかし、 ミンマイナス 72A は敵機の後方からしか攻撃できなかった上にかなり容易に振り切ることができた。このことからイギリス陸軍はバックアッププロジェクトとして独自に進めていた e t 3 1 6計画に主眼を切り替えてレイピアミサイルシステムとして1971年より配備に入った。アメリカ海軍はミンマイナス72をもとに モーラーで開発された新型赤外線シーカーを搭載した RIM-72cc チャパラルを試験した。これは MIM-72A よりも向上した全方位、攻撃能力を備えていたものの、やはり要求には達しないとして採用せず、より大型の空対空ミサイルであった AIM-7 スパローを元にした C スパロー BPDMS を選択した。 RIM-72cc チャッパラルはシステムごと台湾海軍に売却された。その後、これと同じシーカーを搭載した MIN-72C が開発され、これは陸軍のチャッパラルシステムで広く使用された。ABC アンドレアスパーシュ、ゼネラルダイナミクスミ i n 4 6モラー、ディレクトリオブ US ミリタリーロケッツミサイルズ、2002、ありがとうございます。